エスタディオ・ラモン・デ・カランサ・カディス CF は、アンダルシア州カディス県カディスに、本拠地を置くスペインのサッカークラブチーム。チームカラーの青色と黄色の組み合わせは、カディス市の紋章に由来している。1910年創立の歴史あるクラブである。1950年代半ばから20年以上、セグンダ・ディビシオンでプレーし、 1977から78シーズンに初めてプリメイラディビシオンに昇格したが、わずか1シーズンでセグンダディビシオンに舞い戻った。2度目のプリメイラディビシオン参戦となった1981から82シーズンも1シーズン限りの挑戦に終わったが、1980年代半ばから1990年代前半には、プリメイラディビシオンに定着した。 エルサルバドル代表のレジェンドであるマヒコ・ゴンサレスは、この時期に、カディス CF でプレーし、クラブ史上最高の選手と認識されている。ゴンサレスや、クラブハイの木の木子などがプレーしたチームは、シーズンの大半を順位表の底辺に、先行しているにもかかわらず、毎シーズン終盤に浮上してプリメーラディビッシオン、残留を果たすことから、ユニフォームから、を、ビートルズの曲に引っ掛けて、 イエローサブマリンと呼ばれた。だが、1992から93シーズン終了後にはついにセグンダディビシオン降格となった。さらに2シーズン連続でカブリーグに降格となり、その後長い期間セグンダディビシオン B に在籍することになってしまう。2003年についにセグンダディビシオン復帰を決め、2004から05シーズンには最終節に、 近隣のヘレス CD を破って優勝し、プリメーラディビシオン昇格を決めた。2005から06シーズンは13年ぶりにプリメーラディビシオンへ参戦したが、19位でセグンダディビシオンへ降格。2006年夏には、元スペイン代表のオリ監督を招聘したが、わずか数ヶ月引いただけで解任された。2007から08シーズンには、セグンダディビシオンで再開となり、 セグンダ・ディビシオン B へ降格となった。2008から09シーズンはグループ4を首位で終え、さらにプレイオフを勝ち抜いてセグンダ・ディビシオン復帰を決めた。しかし2009から10シーズンには再びセグンダ・ディビシオン B 降格。その後2015から16シーズンにはグループ4にて4位に位置づけへプレイオフに進出。さらにはプレイオフを勝ち抜き、 6シーズンぶりのセーグンダディビシオンへの復帰を果たした。2016から17シーズンにセーグンダに復帰して以降に注意に定着し、2019から20シーズンに15年ぶりにプリメーラ復帰を果たした。カディス CF のサポーターはカディスタスと呼ばれる。スペイン国内では友好的で陽気なことで有名なサポーター集団であり、近年の調査で スペイン最高のサポーター集団に選出されている。2006年、レアルマドリードは本拠地、エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウにやってきた敵サポーターの中で、カディス CF を最高のサポーター集団に選出している。カディス市の人口は12万人しかないにもかかわらず、過去4シーズンは全試合でチケットが売り切れている。 セグンダーディビジオン全体の平均観客数は約7000人であるが、同ディビジョンに降格した2006から07シーズンは約1万7000人の平均観客数を維持した。他クラブのスタジアムとは異なり、カディス CF のサポーターは相手クラブや相手選手にも声援を送り、酒、酒、酒、我々は酒を飲むためにやってきた。結果など問題ではない。などと歌い上げる。 この応援歌は、西軍ダディビシオン B でプレーしていた2001から0に、シーズンに始まり、ヨーロッパ中に広まった。なし、カッコ内の国旗は、その他保有国籍、もしくは市民権、星印は EU 県外選手を示す。ありがとうございます。